はい、函館ワイオンマナンカシー召喚です。当店が入っている明治館の中では素敵に撮影するポイントがですねたくさんあります。例えば本日のようにちょっと天候が荒れている時、風が強いな、またちょっと雪が濡れ雪って分かりますか、はい、湿ったみぞれ混じりの雪を函館では濡れ雪と言ったりとかします。皆様の地方ではいかが、どんな感じで呼びますか、まあ、それはともかくとして、はい、そういう天気が荒れている時、外には出たくないけれども衣装を着て撮影をしたい、撮影するポイントはありますかとよくご相談を受けます。ということでこのようなポイントでじゃじゃん、どうですか、はい、こんな感じで、はい、素敵なお部屋があります。アンティーク家具が揃っていて、はい、いろんなこうカット割りをすると大きなお部屋なんですけれども、こんな感じでその一つのお部屋でいろんな角度で撮ったりしますと様々な素敵な写真が撮れると思います。ですので天気が悪い日でも安心して楽しむことができます。またここのお部屋はあまり観光客の方が立ち入らない場所、まあそんなに多く入りません、入っちゃダメなところじゃないんですけれども、そんなに目立つところじゃないので、はい、人の目を気にすることなく自撮りなど、またお互いにね写真を撮り合ったりだとかして楽しむことができます。はい、ぜひいらしていただきたいと思います。それではまたお会いしましょう。函館ワイオンマナンカシー召喚でした。